はいどうも、相棒 EV と二人旅、ハッチマップよ。今日はついに最終回だ。さて、現在四天王戦真っ最中、相性最悪の芝をなんとか突破したところ。残りの四天王は二人、ゴースト使いのキクコとドラゴン使いの渡る。まずはゴースト使いのキクコだね。相性有利なワルワルゾーンもあるし、なんとか勝ちたいところ。流れ的に今日は真面目に実況する感じ。ちなみにここまで何もネタがないのはただ単にネタ切れなだけです。いきなりオープニングが始まったのもつまりそういうこと。そうかそうか、ネタ切れなら仕方なくてなるかバカ。ってなわけでキクコさん対よろ。ちなみに今回の作戦は、ジェネックルレンダー。相手ゴースト使いだって言ってるだろうが、なお先発はアーボックさんです。ゴーストタイプってなんだっけ？初代のゴーストタイプってゲンガー一族しかいないからは。つまりシングルズはゴーストタイプ。異能力化紹介するよ。とりあえずアーボックならジェネックルでいいですね。このゲームに特性がなくてよかったな。威嚇だったらめんどくさかった。威嚇で攻撃が下がるんだったらジェネちゃんの可愛さでも攻撃下がるんじゃ。そんな無茶な。特性尊い。相手はキンキントじゃねえか。なこと言ってる間にヘビにらみでマシ食らったんだけど、どうしょす。江戸時代かな。こうなったらこの時のために温存していた秘伝の薬を。ただの麻痺直しです。末端価格4000。ただの麻痺直しです。さて相手の行動は、毒好きで攻撃。まあ普通だな。これは全く問題ないっすね。次のジェネックルで突破できそうか。いやここはワルワルゾーンにしようかな。リフレクター残して突破できたら美味しいからね。でも相手の残り体力的に微妙な気が。大丈夫ですよ、ジェネちゃんはやればできる子です。倒せなかったら、剣盾実況の縛りオフ。剣盾実況も楽しみですね。おっと視聴者の目は欺けないぞ。許してください、お願いします。なんでもしますから。今なんでも。帰れ気持ち悪い。はい、体力も麻痺も回復した後突破しました。アーボック相手に回復の薬を使うことになるとは。お次はゲンガーですね。まあ唯一のゴーストタイプだしそりゃ来るよな。てかこれかミツクとワルワルゾーンどっちの方がいいんだろ。ジェネは攻撃の方が高いが、技の威力はワルワルゾーンが上。適当でいっか。一秒も考えてない。やだ。ジェネちゃんの素早さひっつぎ。まあ相手110族だし仕方ない。警察かな。違うよ。私が警察だ。お前だったのか。暇を持て余した。ブイズたちの遊び。四天王戦中だってんだ。とりあえず急所とかもあるんで回復しときましょう。この間に面倒なことされなきゃいいが。まあどうせヘドバク連打ポニビ入りましたけど。これはだるい。だる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 ゴルダック。ははとりあえず火傷は治すしかないな。ジェネはほとんど物理技しか覚えてないからな。レベルを上げて物理で殴ればいい。人呼んで脳筋。オッケー、素直に攻撃してきてくれた。次の攻撃で倒しちゃうよ。でもこれ素早さ負けてるから先に鬼火さ。ジェネちゃんの自転車。ってなわけでゲンガー突破です。残りあと3匹か。そして次出てきたのはまたドガス。ゴーストタイプってなんだっけ？初代のゴーストタイプってゲンガー一族しかいないからは。つまりシンブイズはゴーストタイプ。異能力化紹介振ってこの流れさっきもやっただろ。さてまたドガスといえばリア充を恨んでることで有名なので。どういうことだってばよ。だってすぐ爆発するし。リア充爆発しろってか。念のため回復しとくよ。これなら大爆発とかされても大丈夫か。しかし相手の行動はヘドロ爆弾。これなら全オットジェネちゃんに毒を浴びせるのは島流しですよ。江戸時代かよ。ただでさえこっちはジェネックルの反動とかもあるのに。毒状態は結構きついな。突き当たりに島流ししてやる。宇宙進出はジェネちゃんマジ電子。これはあと2回ジェネックルするだけで勝てそうですね。調子乗ってるとまた毒食らうぞ。その時は宇宙の果てまで島流しです。島流しってなんだっけ。さてヘドロ爆弾だけど2回連続。こうしてガラルの姿が生まれたんですよ。違いすぎるよ。さてお次はゲンガー。まさかの2体目。これが本当のドッペルゲンガーってか。つまらないよ。さて今度はワルワルゾーンで行ってみようかな。しかしその前に相手の攻撃。まあヘドロ爆弾なら大丈夫。こうしてメガ進化が生まれたんですよ。違いすぎるよ。ヘドロ爆弾の毒確率って 90% とかだったっけ。 30% です。怒るよ。誰に。そんなことよりワルワルゾーンで確認取れましたね。噛みつくと大して変わらなかったな。ってなわけで回復した後突破。やけにカット多くないっすか。どうせ剣盾発売に間に合わなそうで慌ててるんでしょ。練習時現在11月10日です。もっと慌てろ。リセスプラサス。さてラストはゴルバットですか。ゴーストタイプってなんだっけ。初代のゴーストタイプって現在一族しか。ちなみに雑魚だったので全カットです。何匹宇宙送りにしてんだ。ってなわけで勝ちました。これで3人目の四天王突破だな。ここまで来たら一発でクリアしたいね。本音は芝とだけはもう戦いたく。さてここが最後の四天王渡るの部屋だな。やばい、破壊光線撃たれる。逃げなきゃ。ここでそんなことはしないと思うぞ。そんなことより渡るはドラゴンのポケモンを使うんだよね。一応ジェネとの相性の問題はなし。ただ能力が高いポケモンが出てきそうだな。そっちが能力高いって言うならこっちは尊さが高いぞ。どういうこと。さあ破壊光線さん対よろ。破壊光線のこと渡るって呼ぶのやめろ。さて先発はシードラ。シードラ。シードラってこれまた微妙なところを。確かに進化したらドラゴンになるけどさ。四天王の先発としてはちょっと役不足というか。というわけでジェネックルからのワルワルゾーンで突破。全カットされるシードラさん涙目。進化してから出直すんだな。涙が出ちゃう女の子だもの。ええ。
さて2番手はプテラ。プテラといえばウプ主がブイズの次に好きなポケモン。プテラ3件立てないて出てないんですが、どういうことでしょうか。落ち着こうか。さてプテラは何をしてくるのかな。無難に岩雪とかじゃないか。ええ。あ、全然ダメージ入らなかったわ。破壊とは何だったのか。破壊光線、破壊するとは言ってない。どういうことだってばよ。破壊光線よりジェネックルの方が強いんだよな。プテラよりジェネの方が凶暴説。ジェネックルはご褒美だろうが。ダメだこの変態ども。さて回復して次の攻撃に備えますか。次の攻撃は何が来るだろうか。無難に岩雪とかじゃない。知ってた。弱いなぁ。この編集意味あるのか。そのもリフレクターが切れるタイミングではるわるゾーン。リフレクター貼り直しながら突破できたわけか。プテラさん次は大パリメイクで会おうね。何年後の話だ。さてお次はギャラドス。メガ進化。ユーマイ。頭が。ベイトに毒されすぎ。ちなみにこのギャラドス、しょぼいダメージの滝登りしかしてこなかったんですよ。リフレクターもあるし余裕なわけか。ってなわけで全葛藤中送りの系です。え次に出てくるのはリザードンか。メガ進化。XY。頭が。ベイトに毒されすぎ。さてこちらはとりあえずジェネックル。相手は何してくるんだろうな。炎放射とか大文字とかかな。お、炎技なら特性もらい火の俺が受け。じゃあ頑張ってね。いやず大したことなかったわ。なんなんだこの茶番。この程度で疑問持ってたら夜チャンネルでは生き残れないよ。サバイバルかよ。あとは反動で動けないうちに回復して2度目のジェネックルで突破。これで渡るのポケモンはラスト1匹。渡るじゃなくて破壊光線でしょ。まだそれ引きずってんのか。さてラストは海流。正真正銘相手のエースポケモンだ。動画ファイルも準備できてます。破壊光線前提で話を進めるの。まずは初手ジェネックル。半分にはギリギリ入らないか。そして相手の行動は何光線ですかね。破壊光線じゃないってのげ激凛。ここに来てドラゴンらしい技を。リフレクターあるのにこんだけ食らうのか。しかもリフレクター切れたし、ご視聴ありがとうございました。諦めんなバカ。落ち着け。こういう時は EV を数えるんだ。EV が1匹、EV が2匹、EV が3匹。あ、戦国。追い戻ってこい。とにかく回復でこの場はしのぐ。リフレクターなしでのダメージがどれほどのものか。お願い海流手加減して。そんな無茶な。EV は無敵、EV 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 は無敵、ギリギリだった。でも急所に当たろうものなら即死だな。しかし一発耐えれるなら勝ち筋はある。というと、相手が混乱で自傷するまで回復しまくる。回復ストゲー入ります。仕方ないでしょ。これしか勝ち筋ないんだから。アーモード等の倍速始まっちゃったよ。こっから海流が自傷するまで続きます。うーん、やっぱりクソゲー。まあ自傷確率5割だしすぐ引けるでしょう。よし倍速終わったってことは勝ったな。寝たいぞ。てか混乱解けてるけど。そんなバカな。これがジェネちゃんの実力。確率なんかより愛。ラブ&ピース。ジェネちゃんは世界を救う。落ち着こうか。よっしゃここでワルワルゾーンすればバンジーオッケー。リフレクターがあれば次の相手の攻撃。ジェネ&ピース。うるさい。はい、最後はジェネックルでとどめです。これで海流も突破だな。特性マルチスケールになってから出直すんだな。この世代に夢特性はないです。これで最後の四天王も撃破。ようやく四天王戦も終わったな。長かったレッツゴー EV の実況はこれにて感想です。次はソードシールドの実況でお会いします。ちょっと待てや、まだ俺が残ってるだろうが。誰だお前。ふなかけクズだよ。随分変な名前ですね。お前らが避けたいだろうが。というわけでこの人がどうにもうるさいので、最後のバトルと参りましょう。こっちとがチャンピオンだってんだ。砂かけクズなんて名前のチャンピオン嫌だな。何度でも言うけどつけたのお前らだから。記憶にございません。ふっていいだろう。このバトルでこのクソみたいな名前と、最終回まで声がなかった恨みを晴らしてやる。それは編集上の都合じゃんか。いてぴちょっと、今こそ奴らを倒すとき。やべえ、砂かけされるぞ逃げろ。砂かけに頼る時代は終わったんだよな。そもそも砂かけに頼る時代ってなんだよ。行くぞぴちょっと、今こそ雪辱を果たすとき。お前、まさか。命バフハッスル、メガ進化。こいつどんだけエコを使うんだよ。突っ込むとこそこかよ。もはや砂かけなんてするまでもない。メガ進化の圧倒的パワーでひねり潰す。こいつこんなキャラだっけ。行くぞやスラッシュ。ひるみゲーじゃねえか。3割の恐怖に震えろ。やっぱクズじゃねえかこいつ。それでも動いてくれるジェネちゃんマジありがてえ。ジェネックルのダメージ半分入ったぞ。ふん、しかしお前の EV の体力も半分。次もステにタップルしようものならヤスラと反動で倒れるぞ。セリフが完全に悪役のそれ。しかし砂かけクズの言う通り、ここはジェネックルは打てない。わるわるゾーンで様子見か。その隙にこっちはガンガン攻撃しちゃうぜ。マジであいつ悪役すぎる。ゴミクズに解明させてやろうか。これ以上ひどくするのやめて。さてこのわるわるゾーンで倒せれば一番いいんだが。メガ進化の力を甘く見られると困るね。ぐぬぬ、さすがに倒せない。こうなると一度回復せざるを得ないな。そうだね、回復の薬で回復して。あ、僕も回復しますね。さあ
これで振り出しに戻ったわけだが、またやすらかしつこいな。こんなチャンピオンは嫌だ。しかしジェネちゃん聞かぬ昼間のジェネスクール、こいつ威嚇勝ってんじゃねえよ。お前の運がないだけだ、諦めな。ふん、しかしお前の EV の体力も半分、次もステイタックルしようものならやすらと反動で倒れるぞ。完全にデジャブならば電光石火。そんな低力技かには、それはどうかな。え、何？これがジェネちゃんとの愛の力。そんなの認めてなるものか、やすら。これがジェネちゃんとの愛の力。すげえ、ここに来て2連続仲良し効果発動。メガピジョットの特性ノーガードなはずなんだけど。愛は特性を超えるのです。ポケモンのシステム全否定じゃねえか。そしてワルワルゾーンでフィニッシュ。そんなメガピジョットが簡単にここまで駆け上がってきたんだ。負けるわけにはいかない。しかしポケモンはあと5匹残ってる。あと5匹分も編集しないといけない。はい、黙って編集。次はこいつだ、イケラフレシア。たまに眠り粉を打ってくるあいつか。さタイプだな。よし、俺に任せろ。これは反則でしょ。とりあえずダメージ重んでるから回復しないと。おっと、そんな悠長なことしてていいのかな。な、何をする気だ。行くぞ、ソーラービームチャージ。日差しが強いわけでもないのにソーラービーム。そんな幼稚園児並みのプレイングを。ここまで言われんの。しかしお前の EV にソーラービームを止める術はないだろう。確かにジェネックルでも一撃では倒せなそうだし。いや、策はある。何だと。策って。それはジェネちゃんの噛みつく。そして昼寝。そんな都合いいタイミング。しかし今の昼寝はでかい。躊躇なくジェネックル撃てるぜ。こうなったらあれを使うしかないか。な、何？まだ何か秘策が。行くぞ、大勢、必殺を。なんだこの無駄なカットイン。やめて編集増やさないで。お前の対策のためだけに覚えさせた技、リフレクターだ。リフレクターだと。ほぼ物理技しかないジェネにとってはなかなかきついぞ。とりあえずラフレシアは突破。ただ相手のリフレクターが残ってる状態か。ははここから反撃と行こうか。どんどん悪役っぽくなってる。3番手はこいつだ、池ガラガラ。これまた強力そうなポケモンか。いや、ここはガラガラでよかったかも。というと、ガラガラといえば物理技したいでしょ。こっちにもリフレクターがある。そっか、リフレクターで相手の攻撃をしのぎつつ回復すれば相手のリフレクターが切れるまで粘れる。ふん、それはどうかな。なんだと。大勢、必殺を。またかよ。やめて編集増やさないで。千葉の沢村からヒントを得た。河原割りな。河原割り、リフレクターを破壊して攻撃する技。これでお前のリフレクター戦法は使えない。どうだ、参ったか。いや、普通に2発タイルっぽいし、どうでもいいや。嘘だと言ってよ。ところがどっこいこれが現実。沢村の河原割りが脅威だったのは、そのダメージが8割近く入ってたから。半分も入らないガラガラの攻撃は怖くないぜ。くっそ、ちゃんと太い骨を持たせるべきだったか。ストーリーでそれはいかんでしょ。そしてここで朗報、相手のリフレクターが切れたぞ。オッケー、ここからはジェネックル打ち放題。まだだ、まだ終わらんよ。なおガラガラ戦は移行倍速です。例のごとく回復しながら殴ってただけだからな。やめて、俺のガラガラの活躍を。よし、ほとんど削ったからもう一発殴れば倒せ。回復しちゃおうっと。あ、もう無駄に尺使わせやがって。そんな人のポケモンを邪険にするなよ。まあしかし、途中でジェネが急所引いたりかわしたりしてるおかげで割と早く終わりそうだな。では、最後はワルワルゾーンでとどめ。こいつでリフレクターも張り直して次のポケモンに挑むぞ。あと3匹。次に出てきたのはギャロップだ。この前戦った時はいなかったけど、アマゾンでポチった。そんなボットでのポケモンに負けるわけにはいかない。素早さは負けてるみたいだが、フレアドライブのダメージは微妙すぎんか。お前までいっちゃうのかよ。もちろんこんなのに負けるわけないので全カット。やばい、どんどん尺が短くなっていく。動画の残り時間的に勝敗も見えてるよな。メタ発言やめなさい。頼んだ、我がエースの雷中。エースの風格なさすぎんか。へいへい、ピッチャービビってる。畜生小学生みたいな煽りしやがって。とりあえず初手は回復。おっと、二段したな。その二段が運の月。我が雷中必殺の雷を。必殺のなんだって。もう雷中なんて信じない。おい、トレーナー、雷中今度こそ頼む。今度は当たった。そのダメージは微妙すぎんか。お前までいっちゃうのかよ。なんかデジャブ。そしてこちらの必殺技を食らえ。めちゃくちゃ入るじゃねえか。これがジェネックルの力だ。しかし次の雷を当ててマシにでもしてしまう。はい、電光石火。大中、ラスト一匹。エンディングは目の前だ。ラスト一匹。池ヤドラン。これまた微妙なとこ連れてきたな。最終回ラストバトルの相手がヤドランって。でも油断はできないからね。回復多めでいくよ。ラスト一匹のとこで倒して絶望させてやる。急に悪役に戻るな。ここで相手がどんな技使ってきて、そのダメージがどれほどかが重要。頼むから変な技使ってくるなよ。ふっ、安心しな。使う技は波乗りだ。追加効果もない普通の攻撃。ダメージの方はどうだ。50ダメージくらい。これなら2発は耐える。ってことは回復のタイミングさえ間違えなきゃ勝てるぞ。いや、ポケモンは最後まで何が起きるかわからない。急所や乱数だってあるんだ。ならばこちらはそれも考えて慎重にプレイするだけ。ワルワルゾーンのダメージが半分入ったぞ。次の攻撃で倒せる。しかし乱数次第では微妙だぞ。耐えて反撃が急所に当たれば。
ここは回復しよう。いいのかそんな弱気なプレイで。ここまで来て負けたくねえんだよ。必死すぎる。てなわけで回復。常に体力100くらいは残さないと。プレイングミスに定評のあるこのチャンネルでこんな慎重なプレイが。そしてつまりそれはこちらにもチャンスがあるということ。容赦なく攻め立てるぞ。しかし次のターンはこちらのチャンスだ。そうだね。体力も十分あるから攻撃に転じる。手にやがれ。うちの宿ランは耐えるぞ。ここで決める。いけいやあ、危ねえ、まだ戦える。最後の回復の薬か。くっそうしぶとい。またここまで削ったか。マジでなんでお前も EV 急所に当たらないの。愛と絆があるからさ。わるわるゾーンの PP は切れたから噛みつくで決めるぞ。おいよ。よく耐えてくれた。しかしもう回復はない。これでようやく済みか。よし、最後は一番お世話になったこの技で決めよう。ラスト一つだけ PP を残していたゲネックル。これが正真正銘最後の一撃。Bye-bye.